はい、こんにちは、テニスライズの河合です、今回は、ショットストロークですね、ショットストロークの、コースの内訳、これとですね、相手へのコースの隠し方ということを、紹介していきたいと思います。コースの内訳は大きく分けると、ストレートとクロス、この2種類ですねが大きく分けるとあります。で、そのストレートとクロスの内訳の中で、体の向きとインパクトというのはその打ちたい方向に対しての理想的な形で入るというのは一緒なんですね。これは要はクロスであれば体の向きがちょっと早めに開いてあげてクロスの方向に体を向いている状態、インパクトの位置が。で、ストレートの場合はこれがそれだけ後ろになって体の向きがそのストレートの方向に向いている状態というのをインパクトで作れるかどうかになってきます。なので例えば、クロスの体の向きでストレートに打点を後ろにして打つわけではないんですね。逆にストレートの、打ちたい方向の向きでクロスに打点を前にして打つというわけではないんです。要は体の向き自体、インパクトの自分の一番いい力の入る形に対して体の開きが変わってくるということになるんですね。結構クロスとストレートを隠すという意味で、打点をそういうふうに要は手だけ前に出してクロスに打とうとか、体開いて打点を後ろにして、打とうとかっていうふうに思う方がいらっしゃいますけれども、それをやってしまうと不安定になってしまいますし、安定感が全くない状態でパワーも出ないということになってきます。なのでクロスとストレートの打点の違いというのは必ず体の向きが違うということを覚えてあげておいてください。もう一つはコースの隠し方ということになりますけれども、よくためを作って隠すというふうに聞くと思いますけれども、ためというのは、テイクバックをして、待ってる状態から要はインパクトのスイングまでの間が、間合いですね、間合いが長くなればなるほど、ためが作れているということになります。なのでさっき言ったように、要は打点をただ後ろに引きつけてためを作るというわけではないんですね。要はテイクバックを早くしてあげてボールが来るまでの間を長く間合いを取ってあげるということで、相手に対してどっちに来るかというのが分かりづらくなるわけですね。それがコースを隠すということになります。で、もう一つは、もう一つ言うとクロスとストレートの打点で、さっき言った打点の前か後ろか、要は体の開きがクロスであれば少し早め、ストレートであれば少し遅めで体を開いていくので、その、打点ですね、打点が違うところで、打つために、要は待って早く開く、待ってちょっと後ろめで打つという2種類、2種類というか2コースの場合にどっちで要は待つかっていうと、ストレートで待つわけです。ストレートに打てる形をして待つということが重要になります。これがクロスの形をして待ってあげて、さっき言ったようにストレートに流そうとすると体が早く開いてしまってストレートに、開きすぎてしまう状態になってしまうんで、必ずコースを隠すという意味ではストレートに打つ形が作れるようにしてあげてください。そのストレートに打つ形が作れれば、そこから早めに開いてクロスに打つことはできます。逆にクロスの形で、体を持っていってあげて、そしてストレートに打つとなるとどうしても体が早く開いて力が伝わらないですし、どうしてもそういう体が早く開いて当たってしまうとボールの内側にですね当たってしまってサイドにこう切れていくようなボールになってしまいますね。よくストレートを打ってそういうふうにサイドに切れてしまうという方は体の引きつけがですね、要はひねりが
浅くて打点が後ろになってしまっているという時に全部ボールが外に切れていくような球筋になっているので、そこをしっかりと溜めてあげて、ストレートでも少しボールが外から内側に入るような球筋になるようにイメージして練習をしてみましょう。はい、先ほど言った溜めを作る方法ですけども、ストレートに待つで、そこから体の開きで、打ち分けてあげる、これが重要ですね。はい、お願いします。ストレート、ストレートに待って打ちに行く。で、この間合いをしっかりと取ってあげて打つ。で、その同じ感じから早めに開いてクロス。で、打点自体を遅らせないように気をつけてあげてください。引きつけようとしていかないように、ためを早く待って、その間合いを長くしてあげる。そうすれば相手が動けなくなるので、必ずその間合いをしっかりと持ってあげて打ち分けができるように心がけましょう。ストレートに待つ形からクロスへ、ストレートに打つ形からクロスに。